皆さんこんにちは。本日は東海市西町にあるペット飼育課のアパートを紹介していきます。こちらが駐車場になります。敷地内ゴミステーションです。こちらは屋根付きの駐輪場になります。ペットが飼育できるので足洗い場がついてます。まずペットカーなのでリードを引っ掛けたりするようにフックがついてます。玄関入ってもリードなどはかけれる服があります。シューズボックスがついてます。かなり大容量、収納ができる高さ調節が可能なものになります。こちらがリビングです。設備のエアコンと室内物干し竿が設置できるようになっています。水回りをご紹介していこうと思います。こちらがキッチンです。カウンターキッチンになってます。2口以上のガスコンロの設置が可能となります。こちらのドアを開けると玄関につながっているので買い物の後などもとても楽に荷物を運ぶことができます。こちらは給湯器です。追い炊きも可能です。こちらはモニターインターホンです。お手洗いはウォシュレット付きとなっております。こちらに収納がついています。洗面所です。シャンプードレッサーがついてます。洗濯機置き場です。浴室乾燥も可能となっております。収納がついてます。キッチン横です。では洋室に行きます。かなり広々とした印象のお部屋です。こちらのクローゼットはウォークインになっており、かなり大容量の収納となってます。洋室にもエアコンがついております。以上でお部屋の紹介を終わろうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。